こんにちは、萩です。いやー、河津桜が咲く季節になりました。そんな中ですね、今回紹介したいのがこちらですね。なんとニューバランス最新モデルのレーシングシューズが登場しました。エリート V3 がですね、萩待望待ちに待ったシューズが登場しました。僕このシリーズ初代から履いていて、初代のエリート V2 とずっと気に入って履いていたんですけども、そんな中の最新モデルのレーシングシューズ登場したんですが、なんとですね、今回からネーミングがまずちょっと変わったんです。前回エリート V2 とモデルだったんですが、今回のエリート V3 はヒューエルセルスーパーコンプエリート V3 っていう名前がついたんですよ。まずその名前を聞いた時に超気になった。で、僕の想像するにスーパーコンプ、おそらくどちらかというとより速さを求めるレーシング寄りのねモデルになったんじゃないかなというところで、ちょっとね楽しみにしたいんですけども、早速今日このシューズを履いて、まあ、レビューを撮りたいんですが、いつもシューズレビューを撮るときって大体5回から5、6週ぐらいの練習メニュー、いろんなメニューをやってシューズレビューを撮るんですけども、まあ、ジョギングだったりスピードレーン、ペースランニング、距離走、まあ、いろんな練習をやって込みで、まあ、レビューを撮るんですけども、今日はまずね 1000m 一本無心で走りたいなと思います。結構ねタイムを気にせず自分の感覚、大会いくつぐらいで走ろうかなっていう感覚で走って、実際タイムと照らし合わせることによって、まあ、レーシングシューズの、まあ、推進力の感覚とかもねこう比較できたりするので、まずは 1000m 一本もうシューズ身を任せて走りたいなと思いますので、多摩川で一本、ね、走って映像も撮りたいなと思いますので、早速このシューズを履いてねやりたいなと思います。じゃあウォーミングアップ終わりましたんで、早速入ってきたいと思います。なんかねいろいろ調べたんですけど、細かい情報がね結構非公開なんですよ。なんか厚底の正式な高さとか僕は調べきれなかっただけなのかわかんないんですが、なんでここが何ミリでどうとかドロップ差っていうのが結構ねオフィシャルで出てなかったので、まあ、これからね出るのかなんて見ないんで、まずねフィーリングだけいただきます。アウトソールこんな感じ。あ、履きやすい。ここが一体型になっててニット素材になって結構ビヨーンってなるので、履き口がね結構伸びて履きやすいですね。最新のレーシングモデルって結構間口狭くてアッパーが結構硬いものが主流で多いんですけど、ここを掴んで飲むとサクッと履けるので履きやすさは結構多いですね。あ、アッパーのフィットがやっぱいいね。ここが伸びるニット素材、まあ、ブーティーっぽいような感じで作られているので、ここの柔らかさの感触のままアッパーも比較的柔らかくてフィット感高く、まあ、ハグしてくれた感じのアッパーにしてくれるっていう感じですね。まあ、ここのニット素材と合わせての感じなのかな。ここが結構伸びて足を入れた瞬間の気持ちよさがあるので、その延長線上でアッパーを柔らかくしてる感じかな。結構ね他のメーカーとかのレーシングシューズもアッパーが結構硬いものが多いんですよね。なんか主流なのかトレンドなのかなんですけども、そんな中このエリート V3 に関しては比較的全体的に柔らかい系の住み込み感ですね。アッパーの人がいいですね。足を今入れてまだ走ってないですけど、足を動かした感じだけでも結構ね足をちょっと動かせる感じだけど、中が緩いっていうよりかはなんか柔らかいので動かして気持ちがいいっていう感じの作りだと思います。あ、履きやすいね。これ忙しいスタートレース前とかやっぱいいね。最近結構ね硬いものが多いんですけど、なんか比較的柔らかいスタイルできてるという感じになります。今ちょっと芝生だったんで感触をつかみにくかったんですけど、アスファルトでやってみると全モデルとはなんか全然違うね。おそらくさっき伝えたように名称が変わってよりレーシング寄りの速さを求める仕上がりになったんじゃないかっていうことを予想したんですけど、多分そうですね。より速さを、もうスピードがどちらかというとスピードが出ちゃう系のシューズ寄りになったかなと思います。最近の厚底のカーボンプレートシューズって僕の中で二極化してて、1個目がもう走ってて、あ、これもうスピード出てるだろうなっていうのが分かってて実際出てるパターンのシューズと、もう1個はそこまで推進力強くなくて、なんかこれスピード出てるのかなっていうふうに思ってるけど実際タイムを測るとタイムが出てるパターンの、まあ、カーボンの二極化してるかなと思うんですが、このエリート V3 に関して言うともう明らかに多分前者ですね。走ってて、あ、
これスピード出てるなっていうのが分かるぐらいの、まあ、感触がするぐらい、フューレセのこのミッドソールの反発が前回よりも増したって感じですね。よりマシュマロよりもグミ感のあるような、設置した瞬間の柔らかさがあるけども、そこからの跳ね返りのビヨンっていうのが結構強くて感じだったので、これは多分スピード出ちゃう系だね。1000はタイムかなり出そうな感じがあるので、早速ちょっと行ってきたいと思います。 OK、 じゃあ1000一本行きます。さっきの川桜を見ながら走りたいなと思います。で、今回タイムを追わず体感で 1000m 一本3分15秒ぐらいを目安に、追わずにこのぐらいだろうなという感じで3分15秒ぐらいで走って、靴の感触を試したいなと思いますので、行きたいと思います。楽しみ。
れ様でした。早速フェリーと V3 履いて1000本やりました。まだ1000本やっただけなので、まあ、この場でね細かいレビューはちょっとできないんですけども、まあ、この後ジョギングとかペースランニング距離走とか長距離走ってみて、トータルでねまたレビューを改めて撮りたいと思います。別撮りで撮りたいんですが、まず初見としてですね1001本をやった初めてのフィーリングファーストの感触で話したいと思うんですが、走る前に伝えた通り、まあ、ネーミングがちょっと変わってより速さに求めるような、まあ、最新モデルのレーシングシューズ寄りになるんじゃないかということを予想されたんですが、結果として多分そっち寄りになったかなというふうに思います。で、今までの初代のエリート V2 はどちらかというと走ってて進んでるなっていう感じよりかは全体的なまあフィット感とか設置の感触もまあ面で捉えてくれるような感触があって、あ、進んでるなって感じはそんなに強くないんですけども、実際タイムを見るとあタイム出てたなっていうパターンだったんですが、エリート V3 に関して言うともう走ってて分かります。逆にブレーキをかけないとまあ難しいなっていうぐらい、まあ、進んじゃう、まあ、いい意味でも悪い意味でも、まあ、進んじゃう系のねシューズかなと思います。で、今回、まあ、3分15秒の体感で走ろうというふうに思っていたんですが、結果として3分7秒でした。で、撮影が入っているので若干気持ちがね、まあ、3分15かかっちゃうとあれかなみたいな気持ちが若干入るので、まあ、それでも2、3秒速くなったとしても結果5秒ぐらい体感よりも速くなってるっていうところは、まあ、走ってて抑えきれない、まあ、推進力、まあ、フィールゼンのミッドソールの反発と、まあ、カーボンプレートのしなりが強いんじゃないかなというところなんですが、まあ、メリットでもデメリットでもあるんですが、どちらかというと白紙等をちょっと選ぶようになった感じがします。で、 V2 よりも V3 の方がレーシングモデルとしては僕はこっちの方が使えるというふうに思うんですが、V2 って比較的サブ3よりも後ろ、多分 3.5 とかサブ4の方でもレーシングモデルとして使えるぐらい、まあ、万能のカーボンプレートシューズだったんですが、エリート V3 になった場合サブ 3.5 以上、できればサブ3以上のタイムを求める人の方がこの足のつく場所ですね、やっぱここの感触をサブ3以降の人たちがなんとなく感触でいい場所を捉えられると思うので、まあ、より速さっていうかエリートモデルになったかなというところになります。ただニューバランスとしてもネーミングを変えててより速さっていう方に追求していると思うので、まあ、そこをね狙ってのシューズ作りなんじゃないかなと思うので、ちょっとね今後ね僕もレースとかで使ってね試したいなと思います。まあ、初めて履いた感触でやったそんな感じなんですけども、ただもしロング走とか20キロ走とか30キロ走やった時また感触が変わる可能性がありますので、またね別練習をして最後当店のねレビューは別撮りで撮っていきたいなと思いますので、感触としてはそんな感じでした。